はい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 。広島との首位攻防戦で初戦カード頭めちゃくちゃ大事っていうのは皆さん分かってると思うんですけど、まあこのやられ方っていうのは非常に残念ですし、まあなんて言うんだろう、もう厳しいんちゃうかなっていうふうに正直思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対カープのですね、試合解説やっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、今冒頭でも言いましたように、まあジャイアンツ今日敗れたんですけど、まあ非常に厳しいやられ方やなっていうふうに思いますと。まあその山崎伊織投手にまあ尽きるところはあるんですけど、まあ初戦のね、カード頭で、まあ投げてるっていう責任感もありますし、まあ本人もね、分かってるとは思うんですが、まあそこでのあのピッチングっていうところね、うん、まあ特に4回、表のピッチングっていうところは、ちょっと不甲斐なさすぎるというか、なんだろうっていうところがね、正直あったんで、まあそういったところを中心にですね、今日は解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、今日の動画の内容としてはですね、得点シーンまず振り返っていきまして、で、スタメンの変更点見ていきまして、で、最後僕が気になったところを見ていく。この3本でやらさせてください。じゃあですね、まず僕のじゃないわ。得点シーンをね、今日見ていきたいと思うんで、僕の、この胸あたりですね、得点ボード出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず結果なんですけど、今日はまあ8対3というところで、まあカープが勝っておりますと。で、ジャイアンツが負けておりますっていうところで、まあ、やはり、まあ、先制点を取られたというところもありますし、やはり、この4回表の、この5点ですか。はい、これに、まあ、尽きるんですね。で、まあ、まあ、点を取られるところって、原因って、まあ、必ずあるんですよね。特に、大量得点とかね、大量失点をするときっていうのは、まあ、少なからず、1つや2つぐらいはね、そのミスしたチームがあると。ミスしているところが、まあ、そんだけ取られるというところで、まあ、この5点取られた回にもですね、非常にまあ、山崎伊織投手のミスっていうところが目立ったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、じゃあね、得点シーン振り返っていきますけども、まず1回表、ワンアウト1、2塁から末金選手の、まあ、レフトへの2ベースで、まあ、タイムリー2点になりますと。2点先制しますと。で、2回裏ね、岡本選手、まあ、すぐ、まあ、取れたっていうのは良かったですね。まあ、すぐではないんだけども、まあ、2回裏にですね、岡本選手のホームラン。まあ、これもチェンジアップが抜けきらない感じでね、まあ、ホームランを出たというところで、まあ、森下選手からね、非常に岡本選手状態いいというか、相性が良くてずっと打点を上げてるというところがありますんで、まあ、非常にナイスバッティングだったなと思います。で、ここですよね、4回表ですけども、まあ、これ大きかったですね。ツーアウト満塁からこの小園選手の押し出し。まあ、この押し出しの前のね、段階で、まあ、ちょっとミスがあったんで、まあ、これについてはね、後ほどでね、解説していきたいと思います。で、ツーアウト満塁から、まだ末金選手に、まあ、レフトへの2点タイムリー。あ、これ、あれか。走者一掃ですね。走者一掃。はい。で、ツーアウト二塁から坂倉選手にスローカーブを打たれ、センター前と。もうすべて打たれると、正直ね。はい。で、4回裏。ですね、浅野選手、ツーアウト1塁から浅野選手のライトへの3塁打。で、ツーアウト1、3塁から丸選手のピッチャーへの内野安打というところで、まあ、2点返すと。ただ、もうジャイアンツの得点はここまでで、で、8回表、ツーアウト1、3塁から小園選手にレフト前で、まあ、ダメ押しというかね、もう、まあ、試合はもうほぼ決まってるんだけど、まあ、ダメ押しという形でね、最後得点を入れられて、まあ、結局8対3と。まあ、14安打と10安打というところで、まあ、誰がこの、乱打戦を予想できたのかというところはありますけども、まあ、非常に、悔しい負けというか、うん、まあ、ちょっと、うん、まあ、力の差というかね、まあ、広島はよく分析しますよ、データをね。うん。まあ、そういったところも含めて、まあ、ちょっと、解説していきたいなというふうに思ってます。はい。で、その解説する前ですね、まずスタメンの変更点見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、スタメンの変更点見ていきたいと思います。はい。じゃあね、ジャイアンツから見ていきましょうか。ホーム側なんでね。はい。18日の対 DeNA 戦からの変更点になりますと。はい。まあ、今日は、この間はですね、5番に坂本さん入ったんですけども、今日は6番。に坂本さん入ってまして、で、この間6番の門脇選手が、今日7番と。
で、この間8番だ、7番、この間7番だった浅野選手が今日は8番。で、この間8番キャッチャーだった小林選手だったんですけども、今日は小林選手出ておらずで、まあ、大城さんがキャッチャーと、5番キャッチャー。で、菅野さんがこの間ピッチャーで、今日は山崎より投手というところで、まあ、その2連敗を避けたいというところで、ジャイアンツはね、まあ、首位攻防戦非常に大事。この、カードがどんだけ大事かっていうところね、まあ、よく言うよ、3つ勝てれば、まあ、優勝の、可能性というのは非常に、高くなってくるんちゃうかなと思いますし、逆に、もし3連敗なんかやったら、まあ、優勝できないだろうなっていうところは、もうほぼ確定。うん、まあ、確定とまで言わないけども、ほぼ、だと思うので、そこでね、まあ、選手たちも分かってる中でね、まあ、試合をしていくというところですね。で、対する、カープを見ていきたいんですけども、18日、対ヤクルト戦からの変更点になります。あまり変更点はなくてですね、この間、2番に、レフト、中村翔成選手出てたんですけど、今日は、4番に、レフト、末金選手。で、この間ね、ライトに末金選手だったんですけども、今日は、レフトに入っておりますと。で、代わりに、ライトにですね、野間選手が2番に入っておりますと。で、キャッチャーは今日は相澤選手。この間石原選手だったんですけども、今日は相澤選手で、ピッチャーは栗投手から、まあ、森下投手というところで、まあ、先発は非常にいいんでね、広島の場合、まあ、先発というか、まあ、救援陣もいいんですけど、うん、まあ、どんだけね、森下選手から、森下投手からね、点を取っていけるか、早い段階でね、うん。っていうところにかかってくると思いますし、まあ結局今日10安打してるわけですけども、まあ3点に抑えられてるわけなんで、非常に、まあ効率の悪い攻撃というかね、まあ雰囲気もありますしね、そんだけ得点をね、先に多く取られたっていうのもありますけども、まあ非常に、まあ残念なゲームになってしまったなというところありました。はい、じゃあですね、僕は、ここからですね、気になったところであってるか、ここ、例えばね、山崎伊織投手のミスでしたよとか、ここ、大城さんこういう配球した方が良かったんじゃないかな。とかね、そういったところですね、できるだけ分かりやすくね、野球があんまりこう詳しくない方にも伝わるようにですね、お話していきたいと思うので、まあ、こんなね、お話をしているのは、まあ、正直 YouTube 界で僕だけなんで、ぜひね、皆さんこれからというか、ぜひね、ここから見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、見ていきたいと思います。はい、僕の気になったところなんでね、まあ、主観的に気になったところなんでね、はい、いきますよ。はい、まず1回表、広島の攻撃、うん。まあ、先頭の秋山選手ヒット、続く野間選手フォアボール。まあ、ちょっと嫌な流れじゃないですか。で、ノーアウト1、2塁から小園選手セーフティーバントしたんですね。まあ、相手も、まあ、得点をね、先制点を取りたいというところで、まあ、セーフティーバントするわけですよ。で、ここを山崎より投手がナイスフィールディングで3塁でアウト取る。これ非常に良かったんですね。ここまでめちゃくちゃ良かった。で、ワンアウト1、2塁、末金選手、まあ、2点タイムリー打つわけですけども、まあ、まあ、配球モード言っても仕方ないんだけど、これもね、カットボール、ストライク、ストレートでボール、で、シュートで、空振り、で、最後スライダー泳ぎながら打つと。まあ、非常にうまく打ったっちゃ打ったんですけど、まあ、そうですよね。まあ、あんまり、これ、大城さん、まあ、大城さんのこと言ったらちょっとあれだから、まあ、あんま言わないんだけど、まあ、結局、すぐ変えるからね、球種を。こう、横、だから例えば、外スライダー行ったら次、シュート。シュート行ったら次、外。みたいな感じで、なんかその、今日の広島バッター、広島の打線のね、対応なんか見てると、もうこれ来たら次これでしょ、みたいな、なんかそういう感じで読み打ちというか、決め打ちみたいな感じでされてるところがあったんで、そういったところは多分、広島すごくデータ出して、まあ、捕手がどういう配球をするかとかね、捕手が、どういう考え方をして配球してるのかっていうのを多分データで出してるんで、うん、だからこれ来たら多分次この球種が来る可能性が高いみたいな傾向を多分出してると思うんで、それは、多分、狙われてるなっていう感じですごくしました。はい。で、2回裏ですね、まあ、岡本選手、まあ、ホームラン。まあ、これもね、チェンジアップが、まあ、ちょっと浮いてきて、まあ、抜けきらないっていう形でね、浮いてきたんで、まあ、チェンジアップとか、フォークとかそうですけど、結局、まあ、遅いボールなんで、まあ、浮いてこれれば、ベルトより上に来たら、もうただのスローボールなんですよ。ただスローボールというか、まあ、ちょっと遅めのストレートみたいな感じなんで、めちゃくちゃ打ちやすいわけですよ。だから、投げる方からしたら、まあ、低く投げていかないといけないというふうなところはありますし、まあ、逆にカットボールとかスライダーっていう球種は、逆にこう、まあ、低めに投げるっていうのもあるんですけど、逆に高めに投げたら、
まあ空気抵抗とかいろいろあって、ちょっと浮いたようなボールというか、ライズボールというか、ちょっとこう、なんて、抜けすらってめちゃくちゃ打ちにくいんですよ、高めの。だから、高度なピッチャーとかっていうのは、まあ逆にスライダーを高めに投げるとかね、カットボールを高めに投げるみたいなこともやってるピッチャーもいるんで、曲がり球の場合は、それでいいんですけど、まあチェンジアップとかフォークみたいなボールは、まあ高めに上げてしまうと、まあホームラン打たれてしまうという可能性が非常に高いというようなボールになっております。はい。でですね、3回表見ていきましょうか。まあちょっと、僕が気になった場面なんですけど、ワンアウト一塁から、まあ末金選手にレフト前ヒット打たれたんですよ。で、先ほどスライダー打たれてるじゃないですか。うん。で、もう僕ね、大城さんを批判したわけじゃないんですけど、まあ結構わかりやすいんですよね。配球が。うん。で、さっきスライダー打たれてますと、まあ、ワンアウト一塁で、まあ、4番なんでね、そんなこう、右打ちっていう風にやってくる感じではないと思うんですよ、正直ね。うん。で、先ほどスライダー、逃げる球を打たれたんで、じゃあ次、食い込む球で抑えようかっていうところが、もう見え見えなんですよね、正直。で、3球目、4球目、5球目、全部シュートなんですよ。で、これ、結局、レフト前ヒット打たれるんですけど、別にね、悪くないんですよ。打たれたボールがあるから、逆のボールを行くっていうね。で、またそれを打たれたら、次また逆に戻るっていうね。だから、わかりやすい例を言うなら、1打席目スライダー打たれました。うん。2打席目じゃあシュートで攻めます。で、2打席目打たれました、また。じゃあ3打席目、またスライダーに戻ります。みたいな感じの配球がすごく多いんですね。うん。だから、バッターからしたらというか、ある程度考えてるバッターとか、まあ、広島みたいにおそらくデータがね、多分出てるんですよ。キャッチャー別のね。うん。で、そういうところの球団において言ったらね、めちゃくちゃ分かりやすいんちゃうかなと思うんで、だから、相手を考えさせる配球とか、まあ、結局まあ、それも、これも、こんなこと言ってますけど、ピッチャーの調子悪かったらできないんですよ。だから、山崎伊織投手の今日の調子っていうのもありますけども、まあ、できるだけ相手を考えさせる配球というか、まあ例外を作っていくというかね、うん。まあ、こいつって、このキャッチャーって、これ言ったらこれ多いよね。とかっていう印象を持たれると、うん、やられちゃうんで、逆に、まあ、印象を持たれてることを逆に逆手にとって、自分はこういう風に多分思われてるから、じゃあ逆の配球しようとか、そういう風にやっていくっていうのがプロ野球だし、まあ、1年にね、140試合以上あるわけですから、同じ相手と何回もやるわけですから、そういう騙し合いとか、自分がどういう風に見られてるかとか、そのデータをどういう風に逆手にとっていくかみたいなところを、意味やっていくのがプロ野球だと思うんでね。そこを、頑張ってほしいなっていうふうに正直思いますと。はい。で、4回もできます。はい。この回なんですよね。正直、先ほど言いましたように、こう、クソみたいな回なんですね。正直言うと。クソとか言ったらあかんけど、もう本当に、何をしてんのっていう回なんですよね。正直。はい。で、これ先頭の矢野選手に、まあ、センター前ヒット打たれるんですけど、別に最後打ったボールね、まあ、めちゃくちゃ厳しいボールなんですよ。うん。インサイドのカットボール。もう正直芸術なんですよね。センター前ヒット。なんで、矢野選手がすごいっちゃすごいんですけど、まあ結局これも、2ストライクになって、そっから決めきれずに、2-2になってから、最後ね、まあセンター前に落とされるんですよね。で、続くね、ノーアウト一塁の相澤選手もセンター前ヒット打たれるんですけど、これも2ストライク取ってから、真ん中のストレート投げて、センター前ヒット打たれるわけですよ。だから2者連続2ストライク追い込んでから、まあ打たれると。ああ、もうこれ最悪だと。そう、正直ね。で、こういうことやってるから、ノーアウト1、2塁で、森下選手がね、バントの構えして、まあバスター、これも2ストライクからだったと思うんですけど、バントの構えからして、バスターでね、内野安打打たれて、で、言うたら3連打なわけですよ。2ストライクからね。で、ノーアウト満塁、ワンアウト満塁、この秋山の間というところを空振り三振取れたところは良かった。うん、非常に良かったんですけど、で、これ、ツーアウト満塁からね、これ、小園選手押し出しフォアボール出すんですよ。ちょっとこれね、配球チャート見ていきたいんですけど、結局ですよ。まあ、これ結果論になってしまうかもしれないですけど、バッターって、やっぱりある程度、配球ね、長い間野球やってるんで、もうこういう風に来たら、次こういうボールが来そうだなっていうのは頭に入れてるわけですよ。で、この配球もですね、フォーク2球いって、どっちも空振りしてるんですね。タイミングが合ってないような形で空振りしてるんですよ。で、これ満塁じゃないですか。で、押し出したくないでしょ。で、
先ほどからね、まあ、ツーストライクから打たれてるわけじゃないですか。っていうのもあって、ちょっとかわいそうなところあるんですけど、もうこれね、3球勝負いっていいと思うんですよ。3球勝負というか、ストライクからボールになる、もう1球ね、同じボールか、それかそれよりも、ボール球になるボールでもいいんですけど、逆に、これね、ストレート3球目な、高めのボール要求したんですよ。で、これボールになるでしょ。そしたらワンボールツーストライクになるじゃないですか。で、先ほど言ったように、高めのストレート見せたら、自分ね、小園選手からしたら、2球、1球目、2球目、どっちもね、低めのフォークボール空振りしてるんで、高め見せるってことは、絶対フォーク来るよねっていうふうに、思うわけですよ。で、そこで、フォーク2球行くんですよ、また。うん。だから、その1球目に、じゃあ3球目に高めのボールをバーンって見せたことによって、フォークの警戒度が上がるんですよ。だから、これ、4球目、5球目のフォーク見逃されてるんですよね。で、ボールになるんですよ。で、苦しいカウントになるでしょ。で、3-2 になって、ストレートファール打たれると。これもフォークを待ちながらファール打たれてるんですよ。うん。で、それ最後フォークもう一球行くんですけど、まあ見逃されてると。で、ファーボールと。で、僕がこれ言いたいのは、もう3球勝負行けよって。うん。3球、もう空振り空振りでしょ。で、変にストレートまっすぐ行ったら、高めなんか行ったら絶対フォークやろってバッター警戒するんで、だからフォーク行って空振り空振りやったらもう一丁フォーク行ったんですよ。で、それで見逃されたりするじゃないですか、例えばね。それで三振取れたら最高っすよ。で、見逃されても、あ、やばい、フォーク3球来た。もう一球フォーク来るかもしれないと思うでしょ。その時に、フォーク行ってもいいし、ストレートでドーンって行ってもいいし。うん。だからどっちも行けるんですよ。だけど、3球目にまっすぐの高めバーンって行くから、高め見せたってことでもフォーク来るかもしれんっていう風に警戒が高まるから、結局、フォーク見切られて、フォークを待ちながらストレートファール打たれて、最後もう一丁フォーク来たけども、フォークを見逃されてファーボールとなるんですよ。だから、3球目のストレートの高め、いらないですね。僕からしたら本気でいらないです。もう一球、フォーク行って、見逃されるか空振りか、それはわからないですけど、そっからの反応で、ストレート行っても、フォーク行っても、まあそれか、もしかしたら次、違う球種行っても、うまくいくんで、うまくいきやすいんで、うん。僕がやったらそういう風な配球してるかなと思いました。はい。まあそんな言ってもね、まあ仕方ないのはあるんだけど、まあこれはちょっとね、バッターの警戒度を高めた形になったかなと思います。はい。で、それで2アウト満塁から、これ、末金選手ね、これ、レフトへの二塁打打たれるんですけど、先ほども言ったように、1打席目スライダー打たれてますよね。泳いで打たれてますって。で、2打席目、シュートで詰まらしてというか、打たしてますよ。まあ、それもレフト前ヒット打たれてるんですよ。で、先ほど言ったように、スライダー、シュート、言ったじゃないですか。逃げる球、食い込む球、どっちもやられました。ってことは、大城さんはもう一回逃げる球に戻るんですね。うん。で、それでこれもカットボールになって、カットボールで、結局、2球とも逃げるボールっていうか、右バッターから逃げていくボールで打たれてると。うん。だから、別に分かりやすいとは言わないけど、まあ投げ切れてない山崎より投手の責任だけど、正直ね。だけど、まあ配球っていうところも、まあ改善できるところはあるんちゃうかなって正直思いました。別に批判とかじゃなくてね、これは、まあ僕が思うことなんでね。はい。で、2アウト2塁から坂倉選手センター前。これももうね、スライダー打たれたりとか、フォークもなんか、いろいろ見極められたりとか、結構な頭パンクしてるんちゃうかなと思ってて、で、ワンワンからスローカーブ行って、で、これもセンター前っていうところで、まあ結局、まあこの回5点取られましたけども、まあその元凶というか、原因っていうのは、まあ矢野選手、相澤選手に対して、まあ特にね、2ストライク後からね、まあヒットを2本打たれてしまうと。いうところだと思うんですよ。で、まあ、森下選手にも、まあ、ショートへの内野安打っていうところ、もうこれで尽きると思うんですね。うん。やっぱそういう、簡単なことというか、ちゃんとやらないといけないことを、できてないというところに関して、まあ、僕は非常に、まあ、責任が重いなというふうに思いました。で、まあ、4回裏で、ジャイアンツ、まあ、点取るんですけど、まあ、これ、浅野選手のね、これ、ツーアウト一塁からの、まあ、ライトオーバーの、スリーベースね。まあ、浅野選手の初めてのスリーベースになるわけですけど、まあ、非常にいい対応できてるなっていうところはありますと。うん。まあ、ちょっとシャープなね、スイングというか、ちょっとコンパクトなスイング、ミート打撃みたいな形で打った、感じなんですけど、非常に打球伸びてね、まあ、フェンス直撃かななんか、それぐらい飛んでたんで、非常にあのスイングであんだけ飛ぶんだったら、非常にいいなというふうに思いましたし、ナイスバッティングだなって思いますと。はい。で、それ以降ですね、ジャイアンツの打線っていうのもあんまりこう、いい形でね、迎えることできませんでした。まあ、6回裏、まあ、2アウト1、3塁でモンテス
まあ空振り三振っていうのはありましたけども、まあね、まあ仕方ない、仕方ないというか、まあいいところにチェンジアップ落とされたなっていう感じはありますし、で、まあ7回裏、まあ僕の、好きな矢野選手なんですけど、まあ2アウト2塁から、これ門脇選手がショートゴロ打った時に、まあ素手で取って3塁の、2塁ランナーの大城選手を3塁でアウトするっていうプレーあったんですけど、まあこれもナイスランナーだったなと思うし、まあ、その、広島のね、菊池選手とか、まあ、矢野選手とかもそうですけど、もう非常にいいよね、やっぱり。矢野選手も今日もね、抜けそうな打球止めて、まあ、内野安打になってますけども、っていうところが2本ぐらいあったかな、うん、ありましたし、まあ、菊池選手もね、守備も上手いし、ここまあ、三者凡退で行きたいなっていうところでヒット打ったりとかね、そういったところもありますんで、非常にその野球の流れが分かってるというか、まあ、能力が高いのはもちろんなんですけど、まあ、その考えてプレーあったりとか、まあ、ここでね、チームのためにと思って、やってることがすごくこう団結してね、チームのめちゃくちゃ大きな力になってると思うんで、突出した選手はそんなにいないかなっていう感じはするんですけど、まあ、チームプレーなんで結局野球なんて。うん。一人一人の積み重ねなんで、そこが、まあ、ジャイアンツと大きく違うところだなというふうに思いますし、まあ非常にね、データなんかもうまく活用しながら、まあキャッチャーでやったりとか、ピッチャーの配球を読むっていうところに関しては、まあセリーグで言ったらナンバーワンじゃないかなって僕思うんですね。はい、てな感じでですね、まあ今日非常に残念な負けですと。明日、明後日、まあもし勝てなければ、多分ジャイアンツの優勝っていうのは非常にこう難しくなってくるという展開になってきますけども、まあ松田がね、松田がこんだけ残ってますし、甲子園もまだ残ってるというところで、まあ非常にこう、勝ててない球場での試合数が多いというところで、まあ今までの傾向から言うと、まあ非常に難しい戦いになってくるんちゃうかな。まあ勝てて5割やろうなっていうところはあるんで、そういったところで、今日の東京ドームからの3連戦というのは、まあジャイアンツにとってはめちゃくちゃ重要なカードになるわけですけども、そこで初戦をね、こういう形で落としてしまったっていうのは、非常に残念ですし、まあ、まだ終わったわけではないですけども、明日のグリフィンでやったりとかね、まあ、それ以降のね、ピッチャーにも期待したいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。